はいどうも、こんシゅうジゅうです。僕は結構昔からですね、あの、復縁とか恋愛成功のために重要なことっていうのは皆さんも全部知ってますと。本当は全部知ってて、全部小学校の時に全部習ってて、特に道徳の時間に全部習ってますと。うん、あの、爽やか3組みたいな番組の時間に全部分かってるはずなのに、大人になるにつれてそれが頭から抜けてって、えー、中途半端やっちゃう、だらしないことやっちゃう、気遣いのないことやっちゃって、で、結果、その別れてしまって、えー、その後努力しても復縁できない。 ダメなところがどこかわからないから、どこを直せばいいのかわからないし、復縁できないっていう流れになってしまいますので、小学校の時とか中学校の時とか、道徳だ、倫理だの時間に学んだことって大切ですよっていう話をですね、僕は散々しております。だからよくその復縁のテクニック、ミラーリングの法則みたいなのあるじゃん。例えば相手から LINE が来た時に、それと同じような文章の長さで似たようなことを返してあげましょうね。例えば相手が3行ぐらいな短いメールを送ってきた時に、 メールじゃない、LINE を送ってきてくれた時に、こっちが30行で、30行のあの、LINE のだーっつって送っちゃそれダメなわけじゃないですか。相手に合わせて自分も相手と同じぐらいの量の文章を送るべきだし、相手が例えばテンション高かったらこっちも相手のテンションに合わせて送るべき。なんてことはミラーリングの法則だって僕も説明してますけど、簡単に言うとこれ小学生の人だって分かってるからね。小学生の人っていうか、小学生の子だって分かってる話だよ。 この人がこう、ボソボソ喋ってんのに、うわーってうまくし立てるように話したらかわいそうじゃん。っていうことは、爽やか3組のみんな知ってるよね。なので、今回も日本昔話の話なんですけど、こういう話が本当に大切なんですよ。簡単だから、復縁とか恋愛とかって、難しく考えすぎ、テクニックじゃないんす。 でですね、この今回、このネズミの嫁入りから学べることは何かっていうと、たとえ復縁したい気持ちがあってね、相手のこと気になるじゃないですか、元彼元彼気になりますけど、そんなこと脇目も振らず、えー、僕これもずっと言ってるけど、自分のことに集中して自分のことを高め上げる時間にして、相手のことを考えてる限り絶対に成功しないから、自分のことを考えなきゃダメなの。自分がダメで振られてるんだから、自分のことだけ考えて、自分をどれだけ高め上げていくかだし、自分のやるべきことを粛祝 となしてっていうことを書いてるのでどういう話かっていうとネズミの嫁入りですねまずそのまあこれも引用の範囲内で可愛、えー、い,い娘がおりますねお父さんとお母さんがいますでこれにあのネズミの彼氏がいるんですよネズミの彼氏がいてで彼氏が挨拶に来ますでもお父さんとお母さんこれねネズミの彼氏許しませんなんだその小ネズミはとこんなやつはそのうちの娘やることができん ね、もっとそのうちの娘にはふさわしい立派なあ旦那さんがいるはずだとでそういうその旦那さんを探すたびにえっ、ー、とねお日様が世界一偉いに決まっとるどれお日様に頼みに行きましょうということで。 でお日様にいろいろお話を聞きますとですねでお日様は私はふさわしくないと、まあ、もう結婚してくれって言ってるんですおやじ的には太陽に、ね、天の太陽に向かってですねおやじはですねうちの娘をもらってはくれませんかとお願いするんですがうーんとまあ <laughs> <laughs> 太陽的にもそれはドン引きなことさることながらですねいやいや自分が一番偉いなんてそんなことなくてもっと強えやつもっとすげえやつが世の中にはいるから自分はふさわしくないみたいなことを太陽は言うんですよそれは何かっていうと雲ですねビュービュー風を吹かす雲ですなぜなら雲が来ると太陽は隠れてしまって何の,その顔も出すこともできないし何もできないからということでですねでじゃあじゃあそのお父さん的には雲がすげえんだなと 雲さん、雲さん、うちの娘を嫁にもらってはくれませんかって、どんどん頼んでいくわけですよ。で、頼んで、頼んで、頼んで、まあその、頼んでいきますと、最終的に、あこれだね。倉庫。倉庫が一番強いってことになるんです。倉庫が一番強くて。 で、どっしりしてるし、頑丈だし、壊れないし。ということで、<laughs> 倉庫が一番強いってことになって、えっ、ー、と、お父さんは、じゃあ、その、倉倉庫ですよお。結婚してくれた、うちの娘と。<laughs> そういうことをお願いしに行きますと、いやいや、そんなことはありませんぬと、倉は言うわけですね。じゃあ、誰が、この倉よりも強いのは誰なんですかと。はい、お前かと。倉が言うには、わ,わしであっても、 このわしの体をね、ガリガリ削り取って、太陽でもね、北風でも吹き飛ばすことできない、このわしの体をガリガリ削り取る猛者がおるのじゃと。じゃそれは誰なんですかつったら、最初ご挨拶した、ご挨拶に来たネズミの彼氏ですよ。 で、結果、まあ、結局お前だったのかと。お前が最強だったんだなっていうことで、えっ、ー、と、ネズミの、その彼氏とそのネズミの娘はですね、結婚することになるんですけど、じゃあ聞くよ。このネズミ何やってたこの話で何やってたネズミ登場したしてないよねネズミって何やってましたか自分のやるべきことやってたのやるべきことって何ネズミのと、ネズミにとっての使命っていうのは壁をガリガリかじることじゃないねえ。ずっとかじってるだけだったの、こいつ。 でもこいつがさこの彼氏のネズミがさしくしく泣いてえ例えばあのその娘を探してね娘はその婿さん探しの旅に出てるわけですから家族で一緒に <laughs> その娘を探して何かあこう探し回ってたりさそのほかネズミの本来の姿じゃない関係ないことやってたら最終的に倉庫のところにその娘たちがたどり着いた時にいやいやわしはまだまだ弱いとわしの体をガリガリかじるこのネズミが最強なのじゃって。 言われなかったよね。このネズミは言ってみればアホみたいに自分のやるべきことをただやってたんです。自分に集中してネズミとしての本分を責務を全うしてたのがこのネズミ。彼女のお父さんお母さんに認められて、うん、まあ確かにって思わせることができたのは何してたからですか 相手にどうやって連絡すればいいんだろうとか、相手と会うにはどうしたらいいんだろう、相手の気持ちをこっちに引き寄せるにはどうしたらいいんだろうって思ってないんですよ。やることやってただけなんです。これね、あの、最近また復縁の成功例とかもあって、まさにそのような自分に集中だけしてた人が、 うん、彼氏のことそんなに考えず、自分のやるべきこと、今自分が変わるために、えー、自分自身に集中して自分は何をすればいいかっていうことだけやってた人が、たまたま彼氏を引き寄せて、そのまま、まあ、復元成功、完全成功になってないですけど、今かなりいい状態、密な、うん、このコロナ禍、あ <laughs> 密な状態になることができているっていうケースがあってで、それはまあ今後またお話しするかもしれないですけど、まさにそうなんですよ。 その、まあ、ほぼほぼ8割9割復元成功した方は、自分のやるべきことをやったの。で、僕はアドバイスしました。あなたのやるべきことはこうですよ。最初、あんまり少しちょっとどうしたらいいのか分かってなかったんで、この方向性ですよ。こういうチャレンジってあなたが今すべきことじゃないですか。本来のあなたっていうか、あなたはそれをやることが、あなたの存在としての義務じゃないですか。それが、あの、恋愛抜きにしてあなたが今やるべきこと。 あなたがあ必要とすることなんじゃないですかぐらいなアドバイスをしたんですけどそしたらその方は素直にああ確かにみたいな感じでですねやったことないことを,を新しいことにチャレンジしながらあ本来の自分というか自分が果たすべき義務的なチャレンジをしていったんですよ。 したらたまたまっつうかすごく運命的な引き寄せの法則だと思うんですけどそこから偶然偶然じゃないね偶然という名の必然だと思うんですけどそういうことやってるから自分に集中してるから結局巡り巡って戻ってくるんですよでその方も彼氏が戻ってきた形になるのかな巡り巡って戻ってきて運命的な引き合わせがあってですねで8割復元に成功してるっていう状況が今目下進んでおりましてですね うういことなんですみんな分かってるはずあなたがやるべきなのは今自分磨きなんですよ。でその間にちょっとでも復縁成功率を高めるためにあなたがタッチしない復縁の成功率を上げる作業っていうのがネット復遍工作で,で。少しでもあなたのことをこう お彼氏彼女がね見てくれるように僕は誘導しますからその合わせ技であなたの自分磨きとネット復元工作で成功できるとだからネット復元工作の進捗状況とかずっと気になってる状態だとやっぱり復元成功できないですそういう方もまれに本当に時々だけいるんですけどネット復元工作のこと気にしないでください気にするのすごいわかりますけどあのうんうんとやるべきなのは自分磨きだから自分磨きの相談して くださいと。ネット普遍工作の進捗状況を聞かれればお伝えしますけど、この時間が多分本当に無意味な時間なんでって言っても、なかなかそこのネット普遍工作の進捗状況どうだろう彼氏は、彼女はどうだろうどうだろうになっちゃう方が時々いるんですけど、そういう方はやっぱりなかなか普遍、かわいそうなんですけどね、普遍成功するのが難しくて。で、普遍成功できる人は、あのネズミ、自分のやるべきことを壁をかじるっていう。 かじりを高めていく。っていうのをやってるネズミ、このね、ネズミの嫁入りのネズミの彼氏のような人が復縁成功できるんです。復縁を引き寄せることができるんで、ぜひそれは頭の中に入れといてください。はい。今回はそういう話でした。頑張っていきましょうね。以上です。コンシェルジュでしたら、レア